は何ですか？次ダウン、エナ、イチヨシ、ダウン、ダウン、ダウン。お疲れ様です。汗汗びっちゃびちゃ、もう本当に外ロケラストです。これで今日はもう終わり、あとスタジオ撮影です。外は終わりです。大人です。今回のムック本のエナさん的見どころ、見どころ、うん、見どころはでもやっぱり、はい、なんかクラネ5周年迎えて、もう確実に服作りとかそのデザインもどんどんみんなレベルアップしてて、やっぱりなんかそのクラネらしさみたいなのも確立されてきてるから、なんかそのそういうアイテムがいっぱい載ってるし、なんかこのニットとかウッドもすっごい可愛いやついっぱいできたから、なんかそういうものをしっかり見れるブック本にしたつもりなの。だからやっぱりその5周年くらね、こんな感じですよっていうところを一番に見てほしいかな。スタッフページとかも、あーそうですね、結構撮ったやん、撮りました。個人的にはあれ結構楽しみで、なんかみんながどんな感じで紹介されてるのかっていうところも、なんかこういう形でこうみんなが世に出るのが初めてだから、意外とそれもあの見てほしいなって思う。やっぱムック本といえば付録用に作ったあのレザーのバッグも、なんかこう本当にしっかりした結構いいバッグでいっぱい物も入るから、それもすごい楽しみにしてほしいし、なんかこう5周年のインタビューとかも入るから、そことかちょっと読んでいただいて、私の感謝がたっぷり詰まった文章になっているので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。なんとじゃーん、完成バージョンが上がってきました。もうやばくない、超分厚くない、これすごいよ。クラネのムック本の中で多分一番分厚いし、内容もね、内容も盛りだくさんで、でなぜかというと、やっぱりあの今クラネ5周年のあのスペシャルムック、クラネ5スペシャルムックなので、やっぱりいつもよりページ数も2倍になっていて、2倍付録もいつもよりちょっと豪華になってるんだよね。すごくない？豪華です、入ってますよ。超頑張ったよな。頑張ったよ、超忙しい時に。頑張りましたね、頑張ったよね、ゆりなさん。夜中までね。ね、本作るのって本当に大変。萌えなも知ってる、それはもういっぱい作ってきたから。いろいろあったね。だからそれをさ、もうさ、伝えてほしいから、ちょっとさ、あっちもこっちにさ、置いていいですか？じゃあ行こうかな。じゃん、あっち。もうこの辛かった話、ムック本の多分大変いろいろあったからね。いろいろありましたね。どうぞどうぞ、皆様に。ねえ、ゆりなさん、大変だったよ。でもさ、やっぱさ、一番はさ、あの夜中まで。やりましたね。イメージだし。大変でしたね。一回提案した時に、エナさんに。全然ダメよ、びっくりするから。あれはあれでよかったけど。よくないし、よかったら別に OK 出してるから。そうそうそう、ね。それはさ、明日までとか。そう。だって期限がさ、そうね。だって夕方の明日までだからね。何日も何日も夜中まで。やりましたね。やったらできるよな、まあ、って話を。すごいいい感じになりますよ。そう、だから最初からそれで出してきたらいいのに。日々成長。2回目やから成長したときやから、もっとしてるわ。そう、4回目なんじゃない。そうよ、第4弾。もう4回目やら一発で OK だって言ってこいよって話や。やっぱ今回さ、こだわってるからね。フェイリスは今回が一番じゃない。内容がね、全然違うから。でもあれじゃない、撮影。暑かったときだ。暑かったですね、めっちゃ暑かった。みんな汗だから、そう。冬のね、コートとか。に撮影したんです。大変やつな、そのロケ。もう今となってはいい思い出、これが形になったから、まあそういうことも笑い話になりました。そうそう、でバッグね、バッグね、多分みんなバッグが気になると思うから、バッグを紹介しようか。はーい、
ってるバッグ、今回はね、クラネ5スペシャルバッグにしてみたんだ。どうでしょう、ちょっと立ちましょう。なんかやっぱりいつもちょっと軽く持てるような、ちょっとほんと巾着バッグとか小さいやつが多かったんだけど、今回はやっぱりちょっと大きめにしてみたいなって思って、ほんと iPad とかも多分入る、 A4 とかも入るぐらいの大きさで、ちゃんとデザインもしっかり入ってるバッグを作ってみました。でもうね、私がやっぱりすごいなって思うのが、もうやっぱ宝島のパワーだってさ、この本がね、このスペシャルクラネ5ムック、2450円なんですけど、2450円の中にこの素敵な内容とこのバッグが入っているっていう、この宝島パワーマジですごいです。本当にクラネから言わせてもらえば、もうこれは本当に発売、販売、普通に販売するレベルの本当にクオリティ高いバッグで、よくもまあこれが付録で入るなという感じです。でもう本当に街もあるし、デザインも入ってるし、取っ手のね、この長さも本当にアウター着てもちょうどよくサッと持てるぐらいの長さに設定しているので、結構どんな方もどんな時もどんな方もすごく使いやすいバッグに作れたかなと思うので、ぜひこちらも楽しみにしていてください。はい、ということで皆様、こちらクラネ5スペシャルムック本もう発売中なんだけど、ぜひチェックしてみてください。じゃあ今日はこの辺で、じゃあねー。